どうも、お久しぶりでございます。中村です。今日はお昼に西荻窪のアトリオっていうところでちょっとライブがありまして、終わってからこちらに、速攻で移動してきたんですけど、なんだか西荻自体も1時間以上かかるんで、で西荻からこっち行くのも1時間半ぐらいかかったんで、今日はなんかずっと旅をしてる気分で、ピートさんのこの雰囲気と、なんかね、現実かこれっていう思うような一日になってて、非常にふわふわしてます。よろしくお願いします。逃げはいって曲を読んで、この街を捨ててどこへ行く、あんなに笑っていたじゃないか、小川のせせらぎも晴れた午後も、あんなに笑っていたじゃないか、忘れるなよあのさ坂道を、心ここあらずになったなら思い出せ、その街を捨てて誰と行く、あんなに怒っていたじゃないか、あの子の言葉も錆びれた酒場も、あんなに踊っていたじゃないか、忘れるなよあの歌声を、夜が来たら眠る時は思い出せ、この街を捨ててどこへ行く、すれ違う人に何を思う、橋の上で笑ったあの日々を、その街遅れて何を思う、忘れるなよあの世のこと、心ここあらずになったなら忘れるな、忘れるな、この街を捨ててどこへ行く、あんなに笑っていたじゃないか、ありがとう。どうぞよろしく。当たり前のことさ、
満天の星空に、でっかく浮かんだ月明かり、僕らの求めた笑顔が夜の街を突破して、知らないどっかの兄ちゃんに届いてくれよと願って歌ってるのかい。見知らぬ駅の改札で泣いてるあの子とリンクして、手と手合わせりゃいいのにね、何を言わんとするなれば、あいこと全てのここさらのね、本音はどっかに隠しているんじゃないのかい。君も持ってるさ、当たり前の言葉、夢の中でも躊躇する、あなたのとってるリズムで政治や世間が変わるなら、こんなに苦労はしないだろう、悩んで学んで繰り返って、そんなに力を入れるなよ、代わり番号に伝える言葉はあるのかい。期待してマジかドラゴンでも出ないかな、こたつに車に猫の子につまらんことを考える、君が死んだのは何だろうかとぐるぐる気がつき、立派な大人になったら外の世界は恐ろしい、生きていくだけでも大変さ、友達なんていらないなんて腐ったのはほんのくする、四角い世界じゃいい気分でも、いつかは振り向き共に笑っていこうや、共に行こうや、共に行こうや。君も持ってるかい、当たり前のことさ、夢の中でも躊躇するのかい。おかよ、朝日が見えってんですけど、仕事をなるべく、なのであのいつもはゆっくり寝てなんか来るんですけど、朝からだったんで、いつもの仕事の時よりも朝早くてですね、非常に眠いです今あと疲れました昼間から飲むっていうのはね、あんまよろしくないね、ちょっとはしゃいじゃうんだけどねあいつら働いてるのに俺酒飲んじゃってイエーイみたいなね感じできるんですけど、もう年ですね、なんか若い若いまだまだそっかそっか、この年上ばっかやゆいご
べたらしっかりそれなりにさせよ。怠けたら負けだぜ、たまには休めよ。いけないところはあるけどないんだぜ。車はいらない、いるのは覚悟だ。それはダメだ、後から来るぜ。怖いぞ、辛いぞ。仕事はやめた、あの子も言ってたね。この世は地獄だぜ。惚れたら最後まで信じてやれよ。惨めな終わりでも見とってあげなよ。ここで踊ろうよ、タララ。それができれば君の勝ちだぜ。
こにいるから好きなことやれよ、yeah! 悲しいことも全部笑ってあげるよ、息が詰まりそうになるぜ、そんな言葉だね、不安があれば全部燃やしてあげるよ、なんでもないようなことさ、そんな物語だから、お願いだから、お願いだから、止まない雨が膝を打つ、遠くで空が揺れている、ありがとう、元気ですか、イエイですか、イエイ、イエイ、はい、そうですか、いやー、そんなことなんで、あと1曲で終わって、あとはあのタイトさんにバトンタッチで、早くね、わがまま言ってんじゃない俺が言ってるんだちょっとね、最近ですね、あの今日もアトリオンですごい言われたんですよ、ケイシ君はあのライブじゃない、ライブステージ上がらないとすごい優しいのに、ライブに上がると口が悪くなる怖い怖いってお客さんが言ってるよって言われてだからね、ちょっと今日はね、あの丁寧なことをできるだけ使ってるそうなんですよ、自分でもびっくりしたらぎこちないって、だってね、バカ野郎とかいつも言ってますからね、レッドビートはでもね、いいかなと思ってるんですけどね、勝手にレッドビートはもうね、そういうとこだなと思ってね、ちょっとね、思ってやってるんですけど、でも本当に久々に1月以来ですかね、そうですね、そうですね、今日はちょっと口の悪いお客さんも少なくてそうですね非常にやりやすいですねちょっと寂しいとこありますけどねそうですね、で毎回ね、レッドビートは毎回出る人が、僕が今まで あんまり会わない人か、昔懐かしいこういう人いたなっていう人ばっかりで、今日割と未体験ゾーンが多かったのですごい楽しかったです。タイトさんでちょっと盛り上がってね、皆さんに行こうかなと思います。じゃあ僕も物販CD 持ってきてますんで、ちょっと今日かなり赤字出ちゃったんで、まあよかったら見かけてください。お願いします。あと、7月の12日にそのさっき言ってた西荻窪のアートリオンというところでワンマンライブやりますんで、なんかよかったら、興味ありましたら、ね、遊びに来てください。じゃあ最後に1曲だけやって終わろうかなと思いますが、明るい曲がいいか暗い曲がいいかとか聞くやつはすごい好きじゃないので勝手にやりたいと思います。本当にどうもありがとうございました。疲れ果ててるぜ、君へのパスも生贄になるほど耳のもないけど恋をする、離れ離れはもうごめんだぜ、生きてることが嫌になるぜ、恥かかせてごめん。